どうもサバガニです。どうもサバガンです、結構前にねドラフト2位の井上選手についての動画出したんですけども、今回も同じようにドラフト4位の遠藤城選手について皆さんにね知ってもらいたいのでお話ししていきたいなと思います。まだね井上くんの動画見てないって方はぜひ見てくださいということで、早速いってみましょう。去年ドラフト4位で東海大相模から阪神に入団した遠藤城選手なんですけども、まあ、甲子園にも出てましたしね、 U18 日本代表にも選ばれていたので、まあ、知ってる方も多かったんじゃないでしょうか。まあね、ちょっとドラフト前から注目されててね、その時点でも結構すごいんですけど、その遠藤城選手とにかく泥臭いです。野球を始めた頃から日本一の高校で野球がやりたいと言い続け、日本一の高校に行くと書いた紙を自分の部屋に貼ってたらしいですね。漫画とかアニメの世界ですよねこれ。そして東海大相模に進学し1年からベンチ入り、投手としては最速145キロ、高校通算本塁打45本、まあ、二刀流だったんですね。で日本代表にも先ほど言いましたけど選ばれてました。はい、でそんな遠藤選手なんですけど もう入団会見からすごいです。阪神タイガースといったら遠藤城と言われるようなすごい選手になるので熱い応援をお願いします。こんな頼もしい18歳いますかね。阪神タイガースといったら遠藤城ですよ。もう本当に球団の顔になりますともう宣言してるんですよ、もう入団会見の時点で。そしてね、キャンプは全員2軍スタートになるんですけども、2月11日 JR 四国との初の練習試合、もうこの時点でねすごいです。初実戦でマルチ安打、そして初盗塁を決めます。高卒新人が社会人から初実戦でマルチ安打と盗塁ですよ。もう勇気いりますしね。で泥臭いアグレッシブな野球してますよね。で3月に入ると、3月7日にはまあ皆さん知ってる通り1軍に招集されます。オープン戦ではノーヒットだったんですけども、やっぱ走攻守揃った選手だけあってね、安定した守備も見せてくれました甲子園で。でこの日のインタビューで遠藤選手は初球を振れなかったことが悔しいと、やっぱりねこうアグレッシブに野球をすることを目標にしてるみたいですね。そして3月24日この日は2軍戦ですね、2軍戦ではプロ初本塁打、この日もね初球からスイングしてました。アグレッシブですね。そして次の日3月25日、まあ、この日がねちょっと現時点でまあ藤浪選手の件もありまして最後の2軍戦となったんですけども、この日遠藤選手ツーベースヒットスリーベースで猛打賞、ね、あとホームランが出てたらねサイクルヒットだったんですけど もうめっちゃ調子いいところでねオープン戦が中止になりまして、はい、で今本当にめっちゃ調子いいところで止まってるって感じですね。はい、本当にね去年は久しぶりに高校生とかいっぱい取ったんですけども、まあ、こういう遠藤選手とかね井上選手とかのニュース聞いてるとやっぱ将来がね楽しみになりますよね。でちょっとねタイトル誇張してしまった部分もあるんですけども、まあ絶対ブレイクするってね、まあ、個人的にはね本当に絶対、まあ、今後ブレイクすると思います。本人も言ってましたから、もう顔になると。でね今年ブレイクっていうよりはね、まあ、本当に2軍でたくさん経験積んでからねこう 2,3 年後活躍してほしいなと思いますね。やっぱりねまたすぐ阪神ファンの人は結果を求めてしまうと思うんですけども、やっぱりまだまだ18歳の高卒ですしね、気長に待つことが重要なのかなと思います。遠藤選手に限らず、まあ、井上選手だったり西純也選手もねまだまだ18歳ですから。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだねシーズン始まるまで時間あるんで、まあ、こうやってねいろんな選手紹介していけたらなと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さよなら。